です。本日の気づきはですね、知らないことを知る喜びを知るということで、タイトル通りなんですけども、まあいつも通り勉強しましょうよっていう話ですね。はい、まあ結論はそんだけなんですけど、今日は僕ブックオフ行くのが趣味でして、本を毎回結構、まあ多分他の人から見たら結構買うんですけど、その本をちょっとちらっと紹介したいなと思います。これは別に僕の興味がある本をただあげるだけなんで、別に皆さんからしたらねどうでもいい話なんですけど、まあ例えばねどういうふうに勉強してるかっていうことの、まあ参考に一つしていただければなと、はい、思います。こんな感じですね。はい、でまず一冊目がですね、こちら の禅の本でございます。そうですね、禅に関心がありまして、禅を作った道元さんとかにちょっと興味があって、ちょっと調べようということで禅の本をいくつか購入しました。鈴木大拙の禅とは何かですね、まだ全然読んでないんですけど、はい、はい、でこちらも禅の本です。最初は禅とその山岡鉄舟っていうその歴史上の人物がいらっしゃるんですけど、そちらの本を探してみたらですね、山岡鉄舟さんの本がなかったんで、あと本屋行って気づくことがあって、それが本屋巡りとか勉強することになったかなと思います。だから一つのことを知るとこう派生してどんどん知識が広がっていくんですよね。多分脳の作りから来てると思うんですけど、そういった楽しみもあるので、ぜひですね、僕はもともと勉強嫌いだったんですけど、ちょっとずつでいいね、自分の興味あることから興味をとか知的好奇心を広げる取り組みをしてほしいなと思います。はい、で僕が本屋でついついと目に留まっていったんで、本を紹介したいと思います。まずこちら人を動かす人になれるということで、こちらリーダーシップのコーナーになりました。リーダーシップとマネジメントとかコーチング組織論については生涯をかけて勉強したいなと思ってまして、必ず本屋に行ったら一冊買うようにしてます。はい、それが僕の読書ですかなって感じです。で、あとはじゃあ武器としての交渉思考ということで、僕なんかね人に対してうまく言えないとか交渉が下手くそなんですよね。なんでそのなんか本を立ち読みしてたんですけど、結構こうやってなんか取引する人を前に出てやるんだなと思って、で僕も将来経営者になりたいなと思って、商取引だって必ず発生するじゃないですか。ウィンウィンの関係を出てきてるかみたいな、そういうトレードオフの関係とかを学ぶのがいいかなと思って、はい、買いました。あとは、こちら、千田一輝さんの修行寮ですね。こちらなんか修行について書かれてるんですけど、なんか僕努力とか、なんか修行とか訓練とかめっちゃ好きで、なんかそれを、なんか努力論っていう有名な本があるんですよ。サチダロハンさんの。で、それに多分近い、多分ものだと思うので、こちら、はい、購入しました。はい、で、こちら、伊藤哲夫さんの教育直後の真実ということで、僕昔ですね、アルバイト先の、ラーメン屋さんの、社長さんにお話をお伺いしたことがありまして、でその時将来何したいのって聞かれたんで、僕教育に関する仕事をしたいって言ってたんですよ。でそれの志は変わらないんですけど、ただ教育に関する知識僕ゼロなんですよね、正直。なんで最近はその教育に関することも実は勉強しています。はい、そういったことで、教育直後、その時教育直後って単語出て、でずっとほったらかしだったんですけど、ついに、はい、お話をしました。はい、で次、笠原秀彦さんの大久保利通ですね。大久保さんもですね、僕が好きな歴史上の人物の一人でございまして、維新の三傑と言われる西郷隆盛、木戸孝允さん、そして大久保利通さん、この3名がですね、すごく有名なんじゃないかと思います。で西郷さんはすごく人気があるんですけど、大久保さんはあんまり人気がないっていうのが特に有名というか、そういった手間を読んだんですけど、ただ僕はなんかどっちかっていうと西郷さんよりその大久保さんかな、その頭のタイプの人なんで、そういった意味ですごく関心があったので、ちょっと一回勉強してみようかなと思いました。で次、こちら図解ザクーク、名称に学ぶ世界の戦術ということで、
こちらの戦術がですね、こうなんか図解になってまして、でなんか僕戦術とか戦略とかめっちゃ大好きなんですね。頭を使って勝つみたいな、そういったことで、でもちろん言葉で理解するのが簡単ですけど、こう 絵を見てその全体像を理解するっていうのが大事かなと思ったので、まあ、新しいアプローチとしてこちらを、はい、導入しました。で次はですね、あの若き人々への言葉、ニーチェの本なんですけど、まあ、ニーチェさんって、ね、有名な、まあ、哲学者というか、まあ、名前は聞いたことあるかなと思うんですけど、まあ、最近なんか僕年上の人に対して、あの若い時に何した方がいいですかってアドバイス聞くんですけど、まあ、大体あのまだまだの答え返ってこないんですよまあ言い方悪いですけどね、はい、でなんか、まあ、そういった意味で何だろう、まあ、偉人の人は若い人に対してなんかすごく言葉をたくさん残してまして、あの僕も偉人に何か一つ学びたいなとか、まあ、その本当に若い時に何してもいいのかっていう指針が僕もまだあの作ってる途中なんですけど、あのそういった意味で、あの少し勉強しようかなと思いました。はい、そして次、松下幸之助さんの社員心得帳ですね、はい、僕はあの将来経営者になりたいとか、なんかそういった、まあ、自分がオーナーになることを目指しているので、あんまりその下っ端で働くことに関してはあんまり正直関心はないんですけど、ただ一方でどんな人も下からスタートするじゃないですか。あの必ず上からスタートする人ってもう特権階級だけで、自分みたいなその落ちこぼれというか、あの成り上がるしかない人はやっぱりこういうあの新人としてまずやるべきことあるんじゃないかと思いますし、どんな分野に行ってもですね、新しい分野に入ったらまず どんだけすごい人でも新人なわけですよね。なんでそういった意味で一回新人としての心っていうのも全体的にしていきたいなということで、はい、こちらの勉強をしました。で、はい、最後なんですけど、世界的名称ということでスマイルズの自助本ですね。あの天は自らを助けるものを、助けるっていう有名な言葉があるんですけど、そのスマイルさんの本ですね。まあ、立ち読みして、まあ、これいいかなと思ったので買いました。そうですね、なんか本を選ぶ際はですね、何がいいんですかって聞かれるんですけど、本の目利きに関してはちょっと技術とか経験則的なところがあって、まあ、一概には言えないんですけど、あの目次 と、内容をちょっと、読んでいただければ大体いい本、大雑把に選別できるかなと思います。であとはもうあのたくさん買って経験を積むしかないんですけど、基本的になんか本読んだことがない人とかあんまり読む習慣がない人に関しては多分どんな本もいい本だなと思うし、で例えばあの先輩の話を聞くに関してもそうなんですよね。あのどの先輩のアドバイスがいいかなって変な人分かんないじゃないですか大体あのどんな人もいいことを言ってるんで、それを聞くか聞かないかの問題なんで、大体あの本も当てはずあるって言いますけど、大体僕はそれかなと思ってますし、特に僕とあの若い人に関しては手帳あるのみですよね。そんな知らないことの方が多いじゃないですか、できないことの方が多いですし、なんでやっぱりそのちゃんと、まあ、先輩の話を聞くのもそうですし、まあ、本から学ぶっていうことも、まあ、あのすごく素直な方で、まあ、受け止めていただきたいなと思います。あ、ちなみにそういう素直な心っていうところは松下幸之助さんがいつも言ってることなので、はい、大事な姿勢かなと思います。はい、感じで、はい、本買いました。で本当に、まあ、さっきも言ったんですけど、僕最初前頭山岡哲秀さんの本買いに行こうと思ったら、要するに本当欲しいのこんだけなんですけど、実際こんだけ買っちゃったんですよね。それが何て言うかな、知的好奇心の面白さと良さかなと思います。まあ、全部で5000円くらいなんですね。はい、すいません、思っちゃいました。5000円くらいさ、自分に投資できると思うんですよね。逆に俺は本屋行った時に5000円すら自分に投資できないのはダサいなと思ったんですよ。はい。で、なんか、まあ、インフルエンサーの方はね、月、1年に100万円くらい自己投資しようとかね、自己投資した分の2、3倍が自分にリターン返ってくるとか、いう話もあるので、ぜひ、自己投資に対しては、本当にちっちゃいやつに、はい、お願いしたいなと思います。で、ついでにですね、自分自身の生活の経費 の見直しなんかも測ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、本日の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは本日